最近気配を、相手の前にこうじゃないから、したら、僕がいなければやられない。だから自分がいなくなるのが大事だと思ったんですよ。最近ね。それだから、こう来たらいなくなる。そういうこと。いなくなる。で、いなくなった瞬間に、四角に入る。彼の四角が、こう、四角が。で、四角に入ると、形としたら違うんですよ。四角に入って、例えば、次彼が何かやろうで、この手があるからね、こうやって出して。そうです。そしたら、四角に入ってるから、彼が何かやろうとすれば分かるからね、こう。僕の方が早い。いなくなる。そして早い。僕の方が早い。彼がこれで殴ってくるとか、蹴ってくるとか、来るんだけど、その時には僕が出かけるから。いなくなる。この前から行かない。彼の目標から。目標とは何でこうやってやってると目標ない。でも目標作ってあげて、自分があここですよ、ここにいるよ、僕はここにいるよって言ってて、彼が来た決断した瞬間にいなくなる。そういうことをやってやってる。で、そういうことをやった方がいいかなと思って。それで姿勢ます。じゃあ喧嘩からやりましょう。そっちの方で言ったんだけど。相手を自分の寄り所にしようとすると自分が寄り所になっちゃう。だからここは自分の手は寄り所、相手の寄り所にしないように抜けてないとダメだ。力入れちゃうと寄り所になっちゃう。自分が寄り所になっちゃう。力入れて相手のことをやっつけてやろうと思うと自分が寄り所になっちゃう。だから力抜いて寄り所に心の手にならないように相手の寄り所を引っ張ってきても何しても関係ないんだけど、ね、力抜けてるから自由なんだよ。力入ってたら自由じゃないじゃん。足とか筋肉入っちゃったら自由じゃないじゃない。力抜けてれば自由だもん。こうね、力抜けてるから自由じゃない。力が入ったら自由じゃない。だからなるべく力抜いて姿勢を良くして、始まったけどね。まあいいや。で、そういう話で、力抜いてるんですよ。力相手の寄り所してないだ。相手の寄り所にならないの。どっち来るか分かんない。力入れたらどっち来るか分かんない。でも力抜いてたらどっち来るか分かんない。引っ張っても押しても同じ、ね、押しても来ちゃうんだよね。力抜いてるからできない。力入ってたらできない。こうなっちゃう。こうなっちゃう。自分のバランス崩れちゃう。だからなるべく力抜いて姿勢を良くして、引っ張られてもどうしてもね、こうできる。用事したいわ。で、それが稽古ですね。最近よりどころにならないとか、気配を消すとか言ってるのはそういうことなんです。で、いつもやってるのは上と下。こう上と。上から意識が上に来てる。それと下、こう下、こうね、下、ここにこう落とす。で、よりどころにならない。初めからより相手を落としてやろうとか、踏み上がってると、もっとこうなっちゃう。上がらないよね。だから四角に入って、力抜いて、四角に入って、そして力抜いてるから自由に。こういうとこは自由。ここは動かないけど、こっちは動かない。すぐ動く。だから、動かないけどね、ここはね。力持たれちゃう。で、地面がこうに入って。そういうふうにやらないと、手でやらないように。で、上と下やりたい。上ね、上。で、姿勢は、歩いてることないと。自分が歩いてることないと。こう、寄りかかって、ここに相手やって。で、こうやって、向こうに出して。で、下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 
そういう感じだ。じゃあちょっと上と下やりましょう。順番とか優先順位とか僕は考えてないね。僕は考えてないね。僕は考えてるのはね、近くに入ることだ。近く。この手やってみよう。こうやってみてない。近くに入る。まずやられないことが大事だよ。やっつけても やられちゃったら死んじゃうんだよね。死んじゃったらもう終わりだ。だから、彼の近く、都内安全第一に来たわけ。まず、優先順位。優先順位はこの手この足でしょ。だからいなくなった。いなくなって近く近く。これが優先で、これから下打てるんだ。だからこの手やっつけに行っちゃうと、この手やっつけに行っちゃうとやられちゃうんだよね。だから自分の優先順位は近くに入る。さら近く近く入る。でね、そうすれば自由になる。で、ところが近くじゃないと自由になれない。ほら、近くじゃない。だから近くに入るのが最優先だ。近く入って、そうしたら来た。上。それから考えない。上やるとか下やるとか。だから最初に近くやるっていう、近くに入る。力抜いて自由になって近くになるっていう、そういう。それが優先だから。倒すことは優先しちゃダメ。そういう話。じゃあもう少しです。まっすぐ横に振るのはない。相手の方に言いたいけど打ってちゃって切れない。だから自分が近くに入って上から下で振り下ろせる。ボピューンって振り下ろせる位置が一番いい。こう横のこういうのは欲張りなの。欲張らないようにしなきゃいけない。これ自立してるってことだね。自立っていうのはこうやってただ木剣を木剣でも剣でもいいんだけど、まっすぐ行ってまっすぐこうやってパターンちょうど振れる位置が足動いてんだよね。一番いい足ちょうどいい位置が一番いい。ちょうどこれどうするの。だちょうどいい位置に触れる位置が一番いい。だから足止めちゃダメ。で自由求めてるんだから我々ね。力抜いて自由に動けるのが一番いいんだよね。力から勝ちになって動けないのが一番良くない。で稽古して何をしてるかというと、力抜ければ自由になれますよ。そういう話なんです。だから相手が強い人がいたらさ、普通こうカチンカチンのとこやっつけてやろうと思って、こういうとこ筋肉入っちゃうんじゃん。でそれが一番まずいわけだ。だから最初はそういう訓練されてるから、子供のうちからずっとね、強い相手には強い対抗していこうっていう、そういう訓練っていうか、そういう教育受けてるから、どうしてもそうなっちゃうんだけど、こういう場所はなるべく力抜いて自由になる。そういう話だから、相手強いんだけど全然もう、ね自由なの。で何やってもいいの。で彼こう来たりね、来た時も自由なの。だから自由を求めてるんだから言ってみたら。で体の自由とか精神が、やっつけに行ったら精神も自由じゃないけど、体も自由じゃない。だからまっすぐビュンビュンって振って冒険して練習してるってこうね、まあ将棋でも何でもいいんだけど、こういう形で振れる時に自分が動く、自由に動く、そういう話。それが練習だと思ってこうしたらおいおい回っていくとか、こう来たら、こうね、こう、そういう話だから、彼関係ないのか。で、メイクしたよね。そういう話だから。で、四方投げって形があるんだよ。四方投げは普通は、こういうふうに入ってくるんだけど、僕がやってるのは、近くに入って、で、まっすぐ上げて、まっすぐ。これやってやる。近くに入って、まっすぐ上げて、まっすぐ。それだけ。
これを手をどうしようやっつけに行ってないただ四角に入った四角に入った下から入った上から入ったいろいろあるんだよ下から入ったこうねでこのままじゃこういうやつみたいな感じここに隙間が見えたからここ隙間自分が回れるなってこう思ったでこういうとこ自由なんだよここはことはあんまり考えてないのこれはただ上げてるだけだ上げてるだけだで下げたとこうなってそういう感じじゃんで塩投げっていう形あるから塩投げでこうねこう自由で彼が何かやってるんでねやってきたらこうやって落としてもいいあの別に足動かさなくてもね何キロ四角に入ってたこれで自由これこれこう来てこう来たから仕方ないこれこれやっつけに行ってないまあそういうことでちょっとじゃあ塩投げの形でやってみましょうか表と裏っていうのはあるんですけどね表に入るっていうのは大体表に入るっていうのはこっちに入る前の裏ってのはこっち表こっち裏こっちで表だとこうなってね普通はね普通は合気道の形だとこういうふうになってますそしてこの線この線上げてきて今こう下くみたいなこういう形で足が下がった入り身の形でもいいんだけどこういう入り身の形でもいいんだけどねまあいずれにしても腰をこの線に合わせてこういうふうに変わってるとこの手止まってるのでこの手邪魔してるのこの手がこの手邪魔してる足も邪魔してるそれでまっすぐ上げてでここに隙間があるから表にこう入る表にこう入ってこれが表の形形いろいろあるんだけどまあ大体表とかね表にこっち来るのは表こっち来るのは裏裏ってのはどういうのかというと転換したりこういうふうに転換お尻と押しがつかる転換でまっすぐこれだと彼来ないよね安心だからこの手をまっすぐ上げてきてこうこれが転換の形の裏表と裏と上がるで傾向法としては裏と表と両方傾向するとで最初の2本は、ね、こういうそしてまっすぐ上げてこういう形それから裏は転換して5転換そして回ってでこの時にね足が自由だったらばこう転換した時にさもっとこっち来たければこういうふうに入ってもいいですこのままこういうふうに繋げてきてもいいです足を動かすそれは自由なんで基本的には裏に入るのは表に入るのは表そういう形ですからまあじゃあちょっと裏と表とやってみましょうかガスとかいろんなこと言ってますけど今度は手を取らないで普通はねこうやってこういうふうにしてこうやって壊すで取らないで離れてポンってこういうとこでこういう形になるんだよねで四角になるから四角四角四角そしたらバンザイそしてそういうのをちょっとやってみましょうかまっすぐって四角に入んじゃん四角優先だからこっちの方がまりやこれ四角これ手離れてるよねお互いに離れてるから捕まってるとちょっとすごいこれすぎる持たれちゃってるから引っ張り込まれてくるかもしれないでしょだからさら離れてる終わって持たせないそうすると自由で彼も自由なの彼手引っ込めてパンってパンって引っ込めてパンって足が踏んだで自由なんだけど四角に入った瞬間これね当て身まあ形として当て身出てるそうすると手があるで彼が手ポンってくる前にパーンって来たら、いいよ。いろいろ技あるんだけど、いや、じゃあ、例えば、空手みたいに手についてね、やろうか。パーンって来て、引くよね。引いたら、ありがとうって、こうに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 、こ
方になるんだ。そういう形なんだ。だ順番なんだけど、まあ順番としてじゃあ四方投げの形ね、四方投げ形としてやるからね。まずこういうで自由、お互いにで彼は何でもできます、僕は何でもできます、そういう状態になった。でも僕は近くにいるのはメリットだから、彼が振り返ってこないと次ができないで、僕は何でもできる、弱ければできるよね。で、できる状態で視覚に入った状態で万歳する、そうするとこうなって、ポンってできる。普通は持たせて稽古するんだけど、今度は持たせないでポンってだからこう入って足だけ変わる、自由ね。そうそう、お互いに自由なんだけど、自由空港みたいな、こうしてだれだれだれ入れると手があるから、ちょうどいいとこ、ちょうどいいとこなのこれ、ちょうどいいとこなのこれ、なるって話ですね。そういうことをちょっと稽古してみましょう。で、手持たせない、持たせない、で、こう、で、こう、こう、こう、なんでもいいから、で、持てなかったら持てない、こう入ってこない、こうなるよね、四方投げみたいな形で。何しろ目の前にある手を下に下げる、目の前にある手は下、目の前、目の前にある手を下に下げる、はい、入った、さあ、そういうところです。形通りやるんだったら上げてから下げる、そういう感じね。じゃあちょっと手離して、通り過ぎました、たら手を切って関係して、相手との関係して近くに、相手の近くに入る、はい、そして万歳して正解、はい、で下に置く。じゃあこれやってみましょう。どうぞ。技の形っていろいろ構成して、いろいろいろんなことやって、一つのことが分からなかった、一つのことだけだと分からなかった、いろんなことやって競技力を出すとかさ、そういう話ね。じゃあ今度、じゃあこう見せて、こう来たよね、今こっち来た、こう来て、ここで、こう抜けてきたの、こう自分だけ、ほら足切る、こう来て自分だけこっち来た、こっち来た、こう来ちゃって、あ、つながっちゃった、こうね、こうこれこれ、相手をやっつけようと思うとこうなっちゃう、やっつけて、まあ、ポンってやれば終わっちゃうんだけど、これはあんまり、その後ろを通り抜けて、こっち通り抜けて、こういう、で、さよならしちゃう、そういう意識で、彼はここに来たんだけど、あ、いなくなっちゃった状態で、こう、ね、そういう形、これがベストな形、護身術なんかだと、切るとか、いろいろ言ってんだけど。関係するとかね、そういう話なんで、あ、通り抜けて、あったんだけど、あ、通り抜けて行っちゃったって、こういうふうにしたんです。で、僕は向こうにいたんだけど、今こっち側にいるの、彼に対して反対側、どっちかって言ったら、その途中で、こっち来るの、こっち、で、つながってるで、つながってるから、ここに落としたら、こうなっちゃった、そして上がってきたら、彼は通り抜けて、自分が通り抜けて、こっち通り抜けちゃって、こう繋がっちゃったから、落とされちゃうと、こう崩れちゃう。そうするとリカバリーしてくるから、こうやってリカバリー、よいしょってリカバリーした時には僕がここにいるわけ。それでボカッてやられちゃう。そういうストーリーね。そういう技かな。そういう話。で、こう起きて、つながってる、ね、つながってるって僕がこっち来ちゃう、そうすると彼はボーンと落とされちゃう、落ちてきちゃう、でリカバリーするとこうやって落ちてくると、必ず落ちた時にこっちに変えてボーンってやるかもしれない。だから自分は彼の前に行かないで、こっちできたらもう一回こう行って、こう行った時に、このまま待ってると来ちゃうの、ほらほら、来ちゃうのね、足じゃなくとかね。だから、なんでこんなこと言ってるの、なんでこんな詳しくやってるの、わかんないんですよ。
落としてきた時に自分はこっち抜けるこっち。おいおい、そうそう、ほら、彼場所が来て、あそこになってる。いつまでも落とすよ。後ろにいるから。あ、目標ないの。そうそう、へ、落ちてきて。リカバリーしたら、ありがとうもらってる。こういう状態ね。そういうのでちょっと、意味投げなきゃいけない。これから、また、技の形としては意味投げなきゃいけない。で、僕はやってるんだけど。じゃあそれ、こう見せて、はい、はい、投げて、落として、こっち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 、そして上がってきたら、こういう感じで、ちょっと、みんな後ろにね、こう、後ろに入って、ここからスタート、こう、技、早すぎるのね、崩すのね。こう、後ろもらってから、自分はこっち来てから落とす。なるべくこっち来てた。なるべく。ここで落としちゃうと、彼回ってきちゃう。で、足やられちゃう。で、やられたら死んじゃって終わり。だから死なないように。自分を守るために、完全に来ないと。こっちの顔を見るか、こっちの顔を見てたらやばい。見えるところだから。だから必ず中心を越えてから。中心を越えてから置く。そうするとこうなって出てきて、ポカッてこうできるのね。そういう、ここがポイントだから。だいたい、こっちから見て、こっちの顔、かっこいいな、全然、パッてやらない。こっちから見て、それからやるから、それ大事。じゃあ、今度、違う。こうやってやったんだよね。今こっち入ったんだけど、防御反応です。この手がバーンって、ポカッてくるとか、こっちの手でポカッてくるとか、蹴ってくる。防御反応で、それを利用する。こうやってやると防御反応が、こうやって、ここに行きたいから、ちょっと離れてこう。ボカッてやって、来たら来るんじゃない。来るの待ってるの。待ってるんじゃない。防御反応待ってる。ここで展開しちゃうの。こうやって、こうやって、こうやって。一挙待ってる。いろいろやり方あるんだけど。まあ、こう入って防御反応を送るか。それをこう前が。いろんな、この腰を返してくれて、相手が技をかけにいなくなったら、腰必ず返す。これ腰返した時はやられてる時だから、完全に返ったらやられてる。だから返ってこの手を取って、そういう状況。防御反応を利用して、違う技をやる。こうやって終わって、防御反応ね。だから、僕は座って、ね、当たんないところ。それから落とす。これはお互いね、受け身の人がちゃんと攻撃の意図を持ってないと、なかなかできない稽古なんで、普通の合気道の人たちは、こうやってやると、やられに、この手やられたまま、何もしない、こういう状況だ。でも、普通の人たちとか、あと、こうやってる人たちは必ず防御する。防御ね。必ず防御ね。で、それを利用して、こうやって、ここに入ってます。相手が重心。こういう稽古。だから、受け身の人はすごく大事。受け身の人がやられたいとやってください状態だったらできない。こう来て、必ず。取って、なんか後ろに入られちゃったら必ずこういう自分が、受け身の人は必ず防御しようとするとか、反撃しようとするから、それを利用して、なんかやるからね、こう来たら、ほら来たらね、それで、その時に当たらないように、こう来たら当たらないように、そして、そういう話だ。じゃあちょっとそれをやってみましょうか。今片手持ちやったんですけど、正面打ちって稽古法があるからね。で、正面打ちは今時こんな正面なんか打ってくるんですよね。稽古としてはすごく分かりやすい。いや、打ちますよ。はい、打ちました。こういうふうに。で、ピュンってこれね。ピュンってこう打ってくる。
こういう傾向なの。で、普通は殴ってくるね。殴ってきて、殴ってくるのはすごく難しい。すごく難しいんだよね。これ正面だと分かるの。こう、ほら、こう、ね。すごく、なんで分かりやすい。稽古としてはね。だから、合気道は正面打ちの稽古をやってるの。で、今のやつも、ね、こうやって、こうやってやると、正面打ちになる。正面打ちに投げてる形になるのね。で、この時は、こう来て、こう入ってくると、これでもやっぱりやる。だから本当は、こうやって入ってくると押さえてる。押さえてる。この方が。普通はこうやって入って、こうやって。でもこれ、パンって。ちゃうかも、ちゃうか。入った瞬間に、こっち回して、こうね、やられちゃう。可能性ある。だから、ちょっと抑えるのよ。普通の正面打ちでもいいんじゃないですか。普通の正面打ちでもいいんじゃないですか。この肘を出して、これ来ないから。こうやってやると、もう頭の回転が3分。さっきは、頭の方入んないで、片手持って、こうして、こうしてきたのね。これ
このまま持って入ったらきついよ、これ肩壊してますからね、そうそう、ぬるぬるぬるってこう滑りそうな感じで、さあ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 、斜め、真っ下に、そして、彼の場所を作ってあげて、彼の場所を作ってあげて、それからさ、これね、よりどころしちゃダメなの、この手、この手、相手のよりどころしたらやられちゃうの、僕の方が弱いんだから、彼の方が強いに決まってるの、だから、いかによりどころしないから、この手、彼のよりどころ、なんていうのかな、俺やついたらパパパパってたら、やられちゃうんだよね、逆に。よりどころしなくて、知らないうちに、よりどころしてないの、よりどころしてない、したらバレるように、こうやって、こいつやってたら、こうなっちゃうんだから、彼のよりどころになっちゃったのかって、だからよりどころしないっていうのは、力抜いてるの、この筋肉。そして、自分がこう体、こういうところが止まってる、こういうところがいっぱい落ちてる、そういう、そういう練習だからね、これ、腕相撲じゃないから、何にも分かんないな、その辺のことよく分かって、よりどころ次第練習だから、相手に。じゃあもう少し